卓球女子で12年ロンドン16年リオデジャネイロと五輪に大会連続でメダルを獲得した福原愛さんの元でリオ五輪台湾男子代表の高校決死が27日に都内で緊急会見を開いた絵師は冒頭本年7月20日日本の裁判所の審判結果を受け取りました福原愛さんに対し 息子を私に引き渡すよう命ずる内容です私からは日本の裁判所が審判を出してくださったことに感謝申し上げるとともに早く息子に会いたいということを申し上げたいですと説明した会見に同席した台湾の弁護士によると絵師と福原さんは21年7月台湾の裁判所の手続きにより離婚その際2人の子供、長女 長男について共同親権とする合意がなされたその後2人の子供は台湾で生活しかし22年7月23日面会交流のため絵師が台湾の空港で福原さんに引き渡したところ福原さんが連絡を絶った福原さんは面会交流の予定期間が経過しても 息子をえさんに返還しないことを決め、同年8月23日に日本の裁判所に対して長男の親権指定の申し立てを行った。公さんと長男は22年7月23日から今に至るまで一切の接触が遮断されているという。 台湾の弁護士は、えさんは長男に一生会えないのではないかと恐怖のもとにこの審判の手続きに対応し続け、頑張ってきました。私は何回もえさんとの会議でえさんの涙を見ました。本当に心苦しいです、と話し、え氏は、早く子供に会いたい。早くお姉ちゃんに会わせたい、と訴えた。福原さんは、 会見とほぼ同時に福原さんサイドのの弁護士の声明を発表福原愛さんと高高傑さんの裁判は現在日本と台湾の新築市の裁判所において火事事件が審理されていますいずれの国の事件も火事事件であり誘拐等の刑事事件は全くありませんまたそのような刑事事件にあたる事実も全くありませんなどと反論した そして、台湾の新築地方裁判所の裁判官が2023年3月27日午前10時からの法廷において、この火事事件の内容をこうにしないよう指示し、元尾の絵氏も裁判官の指示に従う旨を制約したことに触れ、福原愛も裁判所の指示に従う所存です。これはこの福祉と最善の利益を守るためです。子供たちはまだ幼く 非常にに傷つきやすすい立場にあります本人は、まずは母親として一番に子供のことを守るべきであると思っております。子供たちを利用したり傷つける形で公の場で争うことは避けたいと考えております。本人は、自分が言われるのはともかく幼い心を傷つけたくないと切に願っておりますと説明した。 かつて台湾のバラエティ番組で1日60回以上キスするなどラブラブ夫婦だった2人が子供をめぐって泥沼化している以下はネチズンのコメントをまとめたものです悪いけど福原さんに道理は感じられない幼い兄弟引き離して子供は泣かなかっただろうかそもそもが子供たちをいて不倫遊びしてきた時点でアウトすぎる 夫がもらはらうんぬん本気でそうなら離婚してからやればよかったその辺をだらしなくした結果巻き込まれた子供たちはたまったものではなかろうに30年くらい前でしょうか天才卓球少女とメディアでもてはやされた愛ちゃん当時は5歳くらいだったと思いますがその後も卓球に邁進し 卓球のエリート街道を突き進んだ反省、真の強さはとてつもなくすごいと思っていました。小学校とか中学校とかで、スポーツで優秀な成績を残しても、途中で辞めちゃう子も多いですからね。ただ、最近の状況を見ると、人生ってある程度のバランス感覚も大切なのかな、とは思いました。 私も中学生の時に親が離婚して板挟みに会うことがありましたがかなりつらかったです離婚したとはいえ小さな子供にとってはどちらも大好きなお父さんお母さんだし離れて暮らしている方から出かけようと誘われたら嬉しくて仕方ないと思いますどうか今後お子さんが健やかに過ごせますように 本人はまずは母親として一番に子供のことを守るべきであると思っている、とのことですが、守るべきと思っているのは息子さんのことだけなのでしょうか。台湾に残した娘さんのことはどう思っているのでしょう。幼くして、おそらく同意なく、引き離された兄弟の気持ちを考えるトムネが痛みます。 大人の事情は置いておいて、まずは子供たちのことを第一に、目先のことだけでなく将来のことも含めて考えてあげてほしいです。珍しく男性が裁判に勝ったのですね。おそらく民事裁判だと思いますが。多くの場合、女性が勝つように日本の裁判は出来上がっているので、ちょっと驚きました。 ハーグ条約に加入していない日本では、日本人女性による離婚後の子どもの連れ去りが横行しており、男性側が子どもに面会できないということで海外から非難されています。こういう背景を加味した判決なのかもしれません。裁判記録を見てみたいです。幼児期からちやほやされ、勝負師意識は人一倍強い愛ちゃんに、 人への思いやりという優しさが感じられないのは私だけか愛は与えられるものと思ってるんだろうが与えてこそ価値あるものになるんだけどね子供のことを思うなら夫以外の男性と紛らわしい行動は取らないと思う離れ離れの兄弟がかわいそう会いたくないとしても子供のためにきちんと話し合いをして決着をつけた方がいいと思う もう少ししたら幼稚園や小学生だったり日本にいて通えるのかな通えずに引きこもりみたいな生活をさせるのはとても子供を思っている親の行動とは思えない一世を風靡した愛ちゃんも今や泥沼か人気のあの頃は呼ぶのに300万円もかかっていたが今なら安いだろうな純粋に卓球だけをしていた頃が花だったと今や昔だな 2人の子供は台湾で生活。しかし22年7月23日面会交流のため絵師が台湾の空港で福原さんに引き渡したところ福原さん連絡を絶った「泥沼の原因はこれでしょ嫌がらせとしか思えないんだけど子供よりも自分の都合や思いが優先ですね」最近解説者としてテレビに少しずつ出てきましたが テレビ局ももう少し人選を考えた方がいいと思いますよ台湾の裁判所の手続きにより離婚その際2人の子供、長女長男について共同親権とする合意がなされたまず第一にこの合意を破ってる時点でどちらに問題があるか一目瞭然たとえ離婚になっても子供さんの親であることに間違いありません 子どもの心は両親の心の平和がものすごく大切であることも間違いありません。できればいつまでも泥仕合をやっているのではなく、お互いが子どもさんの親として最低限の尊敬を持ってほしいです。子どもさんにとって良いことを優先していただきたく思います。両親の心の在り方は絶対に子どもの心に影響を与えます。お願いします。